自分の精神的なこう安定といいますかね、そういったものにつながっていいパフォーマンスが出せるということがありますから、全部で6つ業界を用意しました。あるいはもうちょっとすでに出遅れちゃったよという方であれば、まあ、今からね逆転するチャンスはあると思いますので。こんにちは、就活コンサルタントの竹内です。今回はですね、選考が早くからある業界についてご紹介したいと思います。ぼやぼやしてると、ね、あっという間に本選考になっちゃいますから、それまでに内定を勝ち取っておいた方がいいっていうのは多分誰もが考えていることだと思います。私自身もそういう風に指導してますし、内定がある状態で就活本番を迎えられると、その時の面接で聞かれる内定持ってますかみたいなことにちゃんと答えられますし、自分の精神的なこう安定といいますかね、そういったものに繋がっていいパフォーマンスが出せるということがありますから、やっぱり早めに内定を取っておくこと自体はすごくいいことなわけですね。場合によっては結構いい感じのところで内定取っちゃって就活終わりというふうに、社会人になるための準備とそういったことに時間を割くこともできますから、ぜひね早めに内定を取っていただきたいわけなんですけど、ただ業界によって早くやるやらないっていうのは結構決まってることが多いんですね。今回ですね、早くから選考をやってる業界についてまあご紹介しますので、早めに内定が欲しいという方はそういった業界を受けていただくといいんじゃないかなというふうに思います。全部で6つ業界を用意しました。なのでこれから選んでいただければいいかなというふうに思います。1つ目ですね、外資系です。これ高学歴向けですね。外資系の金融とか外資系のコンサルとかいうところです。サマーインターンでね、2、3週間がっつりこう勤務をさせて、その後に10月、11月で本選考をやって内定みたいな、そういったようなところです。かなり早く内定が出ますよね。サマーで出なかった場合は最後のチャンスがまあオータムとかウィンターとかいうのがありますけど、そこが若干目取って終わりというような感じに大体連々なってますから、ここかなり早いです。外資のコンサルだと早いとまあ9月とかね、で外資の銘柄だとまあ10月とか、ボスキャリとかね、11月に内定出るというのもありますけど、あとまあ投資銀行とか1月内定とかね、そういったのもあったりします。全般的にやっぱり早いわけですね。日系の企業の本選考が3月から解禁という中で、外資は基本的に1月には大体ほぼ全部終わってて、年内に終わってるものも多いんで、このあたりでですね、まあ、毎年高学歴早稲田慶応とかのツイッターがですね、12月終わると結構荒れ出してですね、外資ダメだったわみたいな、持ち込まないまま日系に行かないといけないみたいな風になったりするので、外資だけ受けると結構きついですし、かなり競争率高いです。なのでまあこの後お伝えする、まあ、別の業界も受けて、年内ないしは1月2月で内定を持ってから日系企業に進んでいただければというふうに思います。まあ、1つ目ですね。2つ目はメガベンチャーですね。フリーさんとか DNA さんとかサイバーエージェントさんとか、そういった会社さんが多いかなと思います。12月にね、内定が出ることが多いです。基本的にインターンがあって、まあ、そこからの選考みたいな形になってると思いますから、ここもね、結構レベル高くて高学歴の争いになりがちなんですけれども、外資とはちょっとこう求めてる対応基準が若干違いますので、ベンチャー向きだなというふうに自分で思う方は見てみたらいいんじゃないかなというふうに思います。これ2つ目です。3つ目ですね、マスコミです。特にテレビ局とか、まあ、出版関係ですね。3年生の11月頃から、まあ、選考開始で、4月ぐらいまでにもう内定出ちゃうみたいなケースが多いです。テレビ局で結構ね、何やりたいのみたいなことを聞かれて、どんな番組作りたいんですとかね、こういうことを伝えたいんですとか、そういった、ね、熱い思いがすごく求められてますから、そのあたりをきちんと作り込んで受けていただきたいなというふうに思います。これは3つ目ですね。4つ目、ゼネコンですね。これ意外と穴場かもしれないです。特にゼネコンの設計職とかね、そういったのがものすごく早くて、まあ、お互いがすごいというのが現状だったりします。具体的に言うと、夏のインターンないしは、まあ、秋冬のインターンから良さげなやつがいたらほぼ全員内定させるみたいなケースもあるし、その場で内定させずに、まあ、ちょっと裏でね選考を受けないみたいな形で結構早めに内定出ちゃいます。スーパーゼネコンもそうですし、ゼネコンも早くてですね、去年なんかからですとね、まあ、10月にも内定出てましたね。3年生の10月ですよ。それでも内定出てたんで、ちなみにその生徒は最初は小さめの、まあ、サブコンと呼ばれるところですね、そこから内定取って最終的にスーパーゼネコン内定しましたけど、そういったね戦略も立てられるので、ゼネコンの夏のインターン、秋のインターンはぜひ行くといいんじゃないかなと思います。ちなみに設計とかそういったものがものすごく早くて、施工管理職はちょっとやや遅いです。やや遅いとは言っても、結局それも11月12月とかなんで、一般的なその選考に比べるとかなり早いということなので、そのあたりもね検討してみるといいんじゃないかなというふうに思います。5番目、 IT 業界とかコンサル業界、ないしはまあ IT コンサル業界、基本的になんかテクノロジーを使って相手のね生産性を高めていく業界ですね。このあたりも早いです。高学歴にやっぱ人気がありますし、実際高学歴向けかなというふうに思います。マーチとか総計の政治経済以外の学部とか、そのあたりの人にとっては結構狙い目なんじゃないかなというふうに思います。例えばアビームコンサルティングさんとか、ドリームインキュベーターさん、ドリームインキュベーターさん結構難しいですけど、あとはベイカレントとか、あと IBM とかですね、そういった会社さんがあると思います。この辺が結構早いので、例年1月か2月ぐらいで内定出るケースが多いです。なので受けてみるといいんじゃないかなと思いますし、 IBM さんなんかだと年内に内定が出るということも去年は珍しくなかったので、そのあたりも検討してみるといいかなというふうに思います。6つ目がベンチャーとか中小企業みたいなところですね。通年採用やってていい学生がいたら内定出しちゃうという会社結構あります。人材会社がね主催しているイベントとか、まあ、そういったところでマッチング面談とかね、マッチングのまあ機会を設けてその場でまあ内定みたいなこともあったりします。学生さんからするとあまりにも簡単に内定が出すぎちゃったなみたいな風に感じると、ちょっと
物足りなくなってもうちょっとチャレンジしようっていう風になるケースは多いかなと思うんですけど、そういったイベント経由がまあ結構簡単かなと思います。これ以外にもですね、逆求人サイトを活用して中小とかベンチャーの内定を取るということも十分考えられます。逆求人サイトでね、自分のプロフィール載せると向こうからオファーが来たりしますので、そこに乗っていくというやり方です。これについては結構重要な話なので別の動画でお伝えしますけど、今回はとりあえずそういう話があるんだよということを覚えておいてください。それ以外にもですね、ベンチャーとか中小企業を受けるまあメリットとしては、やっぱ面接練習もなりますし、1社2社こういったベンチャーとか中小の内定を持っておくと、大手企業を受ける際のわらしべ長者戦略というところにまあ藁ができるということなので、そのあたりも検討して中小とかベンチャーを受けていくのがいいかなというふうに思います。全部でね、今回6つほど冬季選考を行っている業界をお伝えさせていただきました。もう一度まとめると、外資系、メガベンチャー、マスコミ、ゼネコン、 IT コンサル、ベンチャーおよび中小企業ということで挙げさせていただきました。やっぱり就活は情報戦ですし、早くから動いたもん勝ちっていうのは昔から変わってないわけです。なので早めに内定を勝ち取って、来たら3月のね本選考に臨んで、最終的には悔いのないファーストキャリアを実現していただければというふうに思いますし、実際にねそのために何をやっていいかわからないとか、あるいはもうちょっとすでに出遅れちゃったよという方であれば、まあ、今からね逆転するチャンスはあると思いますので、その場合はねホワイトアカデミーに来ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでこのチャンネルでは週に何本か就活の役に立つ情報を配信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では今日は以上です。ありがとうございました。労働時間が長すぎる、残業代が支払われない、働き方改革が進んでいる昨今ですが、世の中には職場環境があまりにひどいブラック企業が未だに数多く存在します。もしブラック企業に入社してしまうと、あなたの人生はめちゃくちゃにされてしまいます。しかし巷の就職エージェントや就活塾は、企業からマージンを得るためにブラック企業に無垢な学生を斡旋しています。彼らのせいで知らず知らずのうちにブラック企業に入社してしまうケースが後を絶ちません。この悲惨な状況を変えるべく立ち上がったのが、ホワイト企業入社に特化した完全個別指導型の就活スクール、ホワイトアカデミーです。ホワイトアカデミーは強力なサポーターがあなたの就活をマンツーマンで徹底的に支援します。週1回1時間以上の指導を受けていく中で、就職活動に必要な対策が完璧に整います。講師はいつでも親身にあなたの相談に乗りますので、あなたが納得のいく企業から内定を取るまでサポートが続きます。さらにホワイト企業のリストをなんと1万2000社分所有しています。このリストを用いたホワイト企業の分析、ロジカルシンキング力の養成、理想の人生を歩むためのキャリアビジョン設計、これらを通じてあなたは最高のファーストキャリアをスタートさせることができます。宿題や授業をオンラインでこなすことができるシステムもありますので、もしあなたが地方や海外に住んでいたとしても大丈夫です。ホワイトアカデミーのサポートを受ければ、あなたはホワイト企業から確実に内定を手に入れられます。万が一一社もホワイト企業に内定できなかったときは、授業料を全額返金いたします。業界ナンバーワンを5つ達成したホワイトアカデミーにぜひご相談ください。無料相談はお一人ずつ丁寧に対応させていただくため、毎月20名しかお受け入れできません。少しでも興味があればお早めに無料相談会へお越しください。ファーストキャリアはあなたの一生を大きく左右します。ホワイトな大企業に入社できるのは新卒の時だけですので、ホワイトアカデミーで一緒にホワイト企業の内定を手に入れましょう。